久米さん。お久しぶりです。皆さん、声入ってますかね。結構遠いけど。いや、全然入ってる。おお、さすが、いい性能のカメラですね。はい、いや、そんなことない。古いよ、いやいや。これね。はい。これ、おばさん、どこですか、ここは。これは、大正駅近くのタグボート。タグボート。イベントがありまして。はい。はい、イベントでしょうか。前夜祭だよ、夏の陣。夏の陣の前夜祭、はい、なかったですね、これまで。うん、初めて聞きましたね。このタグボートの、ね、うん、場所を借りて、はい、まあ、そこでイベントをするということなんですけれども、うん、はい、まあ、我々は、うん、関係ないです。関係ないんです。で、はい、出ないんです、ね、そんな感じでやっておりますんで、はい、そうなんです。関係ないんです。はい、でね、はい、強力さん負けました。負けました。残念です。そう、今日デーゲームやったんですよ。14時プレーボールやったんですよ。はい、負けました。はい、よう打ったのにね、今日ね。今日ね、学天社で勝つかなと思ったんですけどね。いや、もうちょっと嫌な流れをね、うん、森君の逆転スリーランでね。いや、あれはそうだ。ね、あそこでね、聖典にも続いて。特大でしたね。それで、お、一挙好転。うん。こんな、なんか、久しぶりやぞと。そう、オールスターブレイク以降ね、うん、1イニング複数得点がないという。そうなんですね。そういう感じやったみたいなんです。そうなんです。1イニング2得点なかったんですね。そうなんです。それが久しぶりに入った。5点入った。シャーと思ったら、うん、すぐにまた点を取られて、もつれて、で一旦ひっくり返されて、はい、北区の一発で追いついて、うん、で、まあ、同点のまま終盤まで行って、はい、9回の表に、うん、ね、ワンアウト満塁やで、うん、これが来たと。セデーニョ、三振。胸くん、レフトフライ。逆やったらね、逆やったら1点入ったかもしれなかったですね。そう、ランナー来たくないから、ね、だからまあそれで、まあ、嫌な流れですよ。で9回、はい、山田君が出てきて、はい、で山田君ずっとこういい状態でね、うん、来てたんだけれども、そうなんです。軍事に打たれて、はい、軍事に打たれての、まあ、敗戦と、さよならなんです。まあでもファイターズさん強いですね。いや、強い、やっぱり打つね。打つ。で、なんていうの、まんべんなく打つよ、打順どこから下位とね、上位関係なく、ね。だって万波さん選手がスタメンじゃなくてもこんだけ打ってるわけですからね。あれですよね。まあ、浅間とかも今状態いいしね。そう。だから水谷選手とかも控えですもんね、今。そう。そう、熱いですよ、ファイターズ。軍事とトライに打たれすぎやな、でも。伏見さん、オリックス戦用地ますね。山陽地は、まあね、いいバッターで、いい選手なんだけどね。うん、まあそんなんで負けました。うん、どうですか、連敗なんぼ、これで9連敗、引き分け挟んで9連敗。後半戦まだ勝ちなしですよ。そうか。まあこう笑ってますけど結構余裕ないんですけど、ね、実はね、うん、こう配信なんでこう必死にから元気を出して9連敗ですかって言ってますけど、気持ちはもう、そうそう、ちょうどその瞬間2人でお茶飲んでたんですよ。そうなんですよ。一気速攻みたいな。関連さんが横で負けました。ホームラン出ました。負けたって感じでしたね。そう、はい、まあそんな感じで残念で、明日からね、亀さん、じゃあ夏の陣ですよ。はい、で、まあ、今日その前夜さんが今この後あるんですけど、うん、まあその夏の陣で、うん、流れを変えたいんだよね。そうですね、はい、それしかないんでね。今年はブラックバファローさんで、ちょっと雰囲気が変わって、はい、いい感じになることになってます。そうだね。だからこの今日のね、この前夜祭からこう盛り上がってね、応援する側も、負けた後の前夜祭。負けた後の前夜祭、それがちょっとね、まあ、でもたくさんの方来てくださってるみたいな。いや、そうそう、本当にね、もう満員らしくてね、前夜祭のこの会場も。我々、大前さん、亀さん、VIP 席とかないんですけど、それはもちろん横で一般席、うん、一番後ろに、はい、でも上、後ろからでも見えないかもしれません。いいんです、音は聞こえたらいいです。そうやね。そう、今日はね、大前さん、グラビティ、ビーズグラビティと田畑美和ちゃんのコラボによるスカイが演奏されるらしい。あ、初の試みですよ。それで、ミヤちゃんギター弾くのか。ミヤちゃんがギターを弾いて、グラビティさんが踊りながら歌うっていう、初の試みなんですよ。え、それ初なの、割と。初の。あ、そうなの。いや、結構楽しみなんですよ。じゃあちょっとね、楽しみにしたいな。明日から夏の陣です。そうです。もう夏の陣もね、ついに恒例行事となりまして、十、はい、何回目ですよね。そうね。この夏の陣でね、破竹の12連勝ぐらいして、貯金生活に入って、今でこれ負け越し10やろ。借金10です。ね、はい、2桁乗りましたね。だから12連勝したら貯金2なんで、うん、するとミッションオクトーバーにこうつなげていけるわけですよ。おう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 、そこでこう勝っていってね。なるほど。1つでも10を上げて CS に進出したいなと。12連勝せえへんかったら12連勝せえへんかったら、はい、どうしましょうかね。考えましょう、そうやな。
まあでも可能性がある限りはね、そうなんです、もう諦めるわけにはいかないし、まだ本当にね、1位ちょっと抜けてますけど、その下は全然詰まってますんで、2位、3位は詰まってるけど、いや、まあまあ、5も詰まってる、え？いや、5もまあまあ、まあ、あれを詰まってると言えるカンビはメンタル強い、まあでもそうは言っても、この差を埋めていかないといけないわけですからね、まだ8月ですからね。そうね、はい、8月になったばっかりです。ちょっと8月で7月もさ5連勝でスタートしたと思ったら、ね、前で終わってしまって、そうなんだよな、もっともっと3連敗痛かったですね、楽天戦な、うん、あそこ2勝1敗とかだったらまた変わったよな、それぐらいの計算でやってんけどな、ですよね、まあ、虎のタヌキの川沿いに終わってしまいましたけどもね、はい、そんな感じで、大変でございます、はい、で亀さんと付き合ってもらいました、はい、一人じゃメンタルもたへん、まあ僕はこの後前夜祭楽しみますんで、もうすぐ始まる、音楽を楽しむみたいな、ね、気持ちを切り替えていきたいと思います、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、はい、また明日からよろしくお願いします、明日からね、明日開門何時ですか、明日は16時開門です、あ16時も2時間前開門、了解でございます、はい、よろしくお願いします、ぜひお越しください、じゃあまたね、もう手作業やからね、全部作業やから